ありがとう。僕に付き合ってくれて。気を抜いたらきっと負けていました。二度とロイを敵に回したくないですね。そこまで言われるとなんだか照れるな。どうかしたんですか？私の顔をじっと見て。いや、君を見ているとある少女のことを思い出すんだ。彼女の名はイドゥ。ベルン王ゼフィールによって人類を滅ぼすことを命じられた魔竜だ。魔竜。彼女も左右の瞳の色が違っていてね。それにどことなく雰囲気も似ている気がする。そんな方がいたんですね。それでロイはその人魔竜と戦ったんですか？僕は決断を迫られた。彼女を倒し竜を滅ぼすのか、それとも人類の敵である竜の命を救うのか。そしてそしてこの続きはまたいつか話すよ。戦いが終わって世の中が平和になったらね。え、わかりました。約束ですよ。その日が来るのを楽しみに待っています。うん、約束だ。これからもよろしく。